はい、皆様こんにちは、グランピーペイント担当の竹下です。今日はですね、僕の中グレス運用の最後のピースが揃った感じなんで、それをちょっとご紹介したいと思いますね。まず中グレス運用についてちょっとお話ししたいと思うんですけど、じゃあもう一回いいですか。あ、ちょっとやっておきます。はい、皆様こんにちは、竹下です。今日はですね、チューブレスの、僕のロードバイクのチューブレスの運用に必要な最後のピースが揃ったんで、まあ、それの紹介と、まあ、チューブレスどうやって運用するかっていう話をまずしていきたいと思いますね。まずはですね、ロードバイクのチューブレスとその他の、まあ、マウンテンバイクとかグラベルロードとかのチューブレス、全くの別物だと思ってるんですよ、僕は。まずロードバイクのチューブレスの別物のところ、まずはめづらい、めちゃくちゃはめづらい、なんかもう親指の皮むけるぐらい。もう僕はそれが嫌なんで、清水さんにお願いしましたけど、ほんと自分でやりたくないっていうぐらい硬いで、外すのもなんすんなり外れるものもあったりするんですけど、それでも硬い。外れないやつはビードブレーカーって言って、なんかちょっと硬い、こうカチャンと挟むやつでタイヤを挟み込んでガチッと落とすような、まあ、素手では落とせないようなのも出てくるんですよね。そういうのがある点でロードバイクのチューブレスっていうのは他のグラベルロードとかそういうのに比べて、まあ、ちょっと難易度高い、まあ、違うチューブレスになってると思うんですよね。そこがやっぱりロードバイクのチューブレスと、まあ、他のチューブレスの違い、一番大きいところだと思いますね。で、まあ、そんなチューブレスなんですけど、現状どうなのかっていうと、まあ、正直言って少ないですね。まあ、最近夜一緒に走る高校生とかでもチューブレス使ってるとか聞くんですけど、まあ、自転車ガチ勢にしてもやっぱまだ少ない、まだちょっととっつきにくい感じの持たれてると思います。ただ僕は全然いいと思うんですよ、チューブレス。なんで、まあ、チューブレス今回使うことにしました。で、そんなチューブレスを使う意味は何なのかと、まあ、いろいろあるんですけど、やっぱり一番は空気圧を低くできることで、それによって乗り心地がめちゃくちゃいい、なのに全然こう速度遅いみたいな感じは一切しないです。それはもう多分僕がロードバイク始めた10年ぐらい前からのすごい進化だと思いますね。これはちょっとなんかもうすっげえ久しぶりに体感したんですけど、すっげえってなったですね。それもあって語彙力が死ぬぐらいにすごいっすで、まあチューブレス低くできることによってフレームの剛性、高くても辛くない。昔のイメージだったら乗ってたイメージ、まあ、23C で100PSI ぐらいまで上げてカチカチでゴリゴリで乗っててしんどって思って、ちょっとロードバイク、カーボンロードの方はもうやめてたんですけど、もうそれがない。ロングライドしてても苦しくない。なんで、まあそこの点だけでもチューブレスのメリットってめちゃくちゃあるんですよ。なおかつパンクしないんですよ。パンクしないって言ったら嘘なんですけど、しづらい。チューブありの時より断然パンクしづらい。リム内パンクがまずなくなった、まあ、完全になくなったってわけではないんですけど、相当なドジを踏まなければ全然防げるような問題になった。相当なドジっていうのは、まあ、低圧で何も考えずに速攻で突っ込んじゃうような、村上さんみたいな運用をしてしまった場合、そんな気をつけて走れば防げる問題なんで、大して問題にならないですね。で、低圧っていうのも問題で、ロードバイクって、まあ、チューブレスにしてもある程度圧力あるんで、まあ、エアボリューム少ないのそこはあるんですけど、そういう激しいことにはならないと思うんで、普通の人はそういうリスクもない。なんで、まあもうパンクがないサイクリングなんかも全人類の憧れみたいなもんなんで、それだけでも本当チューブレスにする理由はあると思いますね。で、まあ、それらを問題点を踏まえて、まあ、僕の運用方法、まあ、準備した点、こう 3つのポイントをちょっとお伝えしたいと思いますね。まず第一のポイント、まあ、運用においてパンクしたら絶対タイヤを外さない、何があってもビートを落とさない、もうこれはもう落とせないと言っても過言じゃないかもしれないです。今回の僕が使っているビクトリアのタイヤもすごい硬かったんで、もう速攻で投げましたねなんでそこはもう落として対応しない。
なんでそこで僕はあのシーラントでどうしても塞げないような穴、まあ、例えばなんですけどガラスとか金属片とかそういうのを踏んでしまって超運悪く僕ここ最近何でも経験してないんですけどそんなパンクは超運悪くそんなことになってしまった場合には、まあ、タイヤインサートじゃなくてあのチューブレスプラグあのチューブレスのタイヤを直す用のプラグが売られてるんでそれで直そうと思います。そんな運が悪いことが起きたら。でそれに使うのが今回揃ったものこれですね、ステレスチューブレスパンクチャープラグですね、これがこう最後に揃った僕のピースですね。これのあのいいところをちょっと紹介させていただきますね。まず色がいっぱいあるんですよね、まあ、今回ちょっと自転車に合わせてゴールドにしてみようと思うんですけどちょっと待ってくださいね。ちょっと丁寧にやって、丁寧にやりますね。丁寧に。あとあとあと。ちょっとちょっとです。ちょっと破けちゃったんで。もういい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 。終わってもいい。よし。あ、こういうのが入ってます。まあなんで金色でどこに使うねんって感じなんですけど、これあのバーエンドキャップに使います、ロードバイクとかマウンテンバイク。確かロードバイクの。ロープハンドルの後ろの穴の径 21mm 前後やったと思うんで 24mm やん。いや、アンテマイクじゃなかったかな、確か 21mm 前後やったと思うんで、これ全然あのこういうゴムもここ取り替えないやつがあってそういうのも使えるんで、これがあのハンドルのお尻ちょっとケツって言いそうになったんですけどお尻って言いましたお尻から入れてあのステルスってことですね、あの隠し工具としてあの困った時に使う、本当に運がなかった人が使う、まあ、厄介にはなりたくないんですけど、あの使えるようにあの準備できるっていう。こっち側があのナイフになってます、うん、でもう片方がこっち側のパンク修理する時のパンク修理する材料を刺すためのやつですね。であとこれをですね、あのタイヤにこうあの糸通しみたいにあの縫い物するときみたいに刺して、で穴できた大穴に刺してヒュッと吹き抜くと穴が塞がるっていう、まずだいぶあのやり方走ってたんですけど、それをやる前にここでゴリゴリ穴をあの表面を荒らすって作業があるんですけど、そこをやってシュッと刺してヒュッと抜く。そうすればあのこれプラスシーラントでしっかり、タイヤの穴をシーラントで塞げなかった穴を塞いでくれるっていうあの素晴らしいアイテムになってるんで、あんまり活躍することはないと思うんですけど、あのロードバイクに限ってはまあそういう風なやつがついてます。これがあのもうバーエンドキャップからスコッと入るんで、まあもうあの最近のロードバイクって本当に荷物どこにつくんやっていうのが困るんですけど、そういうの全然なく荷物も減らしてデッドスペースをなくせるっていうこの素晴らしいやつなんで、ぜひ使ってください。なんか僕はこのチューブレス限ってあのパンク修理はもうこれで対応します。なんで僕はもうチューブはもう二度と持っていかないです。あのロードバイクに限りですね、あのグラベルロードとかあの最近のストラグラーなんかでは全然持っていきます。お願いします。あのロードバイクはちょっとやれないので、あのこれで対応したいと思ってます。でポイント2ですね。ポイント2、タイヤ3インサートを入れます。この僕あの、まあ、前の動画でもちらっと紹介したんですけど、で結構紹介したんですけど、あの1個も売れてないですけどあの緑色のビットリアのタイヤインサートを入れてます。これの特徴はあの一番の特徴はあれですね、あの空気がない状態でもランフラットタイヤのように、まあ、メーカー故障 50km の距離、あの時速 20km 以内で走れるって言ってるんで、まあもう最悪もうこれで直せないようなことが発生したり、まあ、全然家から近かったりした場合、まずもう直さずにそのまま乗って帰ってもいいかなと思ってます。でこれも僕の経験なんですけど、基本的にそういうあの異物のパンク、
街中で起きます。もうそんなにこう山の中とか綺麗な何もないような道では起きないです。こうありとあらゆるものが落ちてる環境でやっぱ起きるもんなんで、意外に家の近場10キロ20キロ地点で起きることが多いと思います。そうなってきたらもうこれで帰ってきた方が、でも家でゆっくり処理するか、お店に持ってくるか、清水さんに任せるか、それがまあ正直一番いい解決方法だと思うんで、それが本当におすすめです。で、第3のポイント、もう超軽量のタイヤ、軽量を謳ったタイヤは決戦用に使う。普段使いのやつはそんな軽量とか性能とかあんまり軽さを謳ったようなやつは使わない方が僕的にはいいかなと思ってます。でももう攻めたいっていう人は全然使ってもらったらいいと思うんですけど、どうしても薄くなるとリスクは上がります。強さと軽さは両立できないっていうのはもうこう歴史から見ても決まってることだと思うんですよね。もう第二次世界大戦の戦車のものを見てもやっぱりこう両立できないんですよ。軽さのタイガー、ティガー、バンがこう全然走れなかったようにトランスミッションに問題を抱えていたようにどうしてもそこら辺両立できないんで、タイヤも似たように走行と軽快さは両立できない。そうですねなんでちょっと重さ気になってもちょっと重めのタイヤ、軽くないタイヤ全然選んでもらった方がいいと思います。で、僕もあれなんですけど、僕の運用の状態だとどう考えてもチューブ入れて使ってる方が軽いと思います。タイヤインサートも確か30ちょいグラムあって、シーラントも入ってるんで、シーラントも20ぐらい入ってるのかな、なんで合計50グラムぐらいで、軽量チューブとかと全然変わらない、それちょっと重いぐらいの運用なんですけども、それでもパンクしないストレスがないっていう走りの方がすごい大事なんで、その方が絶対楽しいんで、一回外でパンクしてこの作業をすると考えたらタイヤを外して全然ストレスなくてハードルが低い、そう感じるんで、僕はチューブレスにしました。で、ポイント3つって言ったんですけど、ポイント4つあるんですよ。良好な人間関係を作っておく、これすごい大事だと思ってます。最悪車で誰かが迎えに来てくれるっていう、そういう状態を作る。これも村上さんの話なんですけどドジをしてパンクしても、そういう友達がいてくれたら助けてくれるっていう、いい話ですね。僕にはちょっとそれがちょっとないですね携帯に友達の連絡先は入ってないですただ前の3つの3ポイントはお金で解決できることなんで、ぜひそういうのを試して安心してチューブレスやってもらえると思います。正直言うとこれらと踏まえてやればチューブラーで使うよりもパンクとかそういうリスク減らして楽しめると思うんで、最近のチューブラーであってもすごい硬いんですよね村上さんとかようやってると思うんで経験すると思うんですけど、チューブスレスレディになってるんで、どっちの硬い全体に硬くなる傾向で、よりいいもの、塩ビとかそういういいホイールになってくるとほぼチューブレスになってますし、最高級とかそういうの出揃えるとどうしてもやっぱり精度がめっちゃ良くてカッチリする、もう正直詰め付けづらい、外しづらいっていうことは書かれると思うんで、そういうのになっても対応できるのはもうお店とか家とかそういう状態じゃないとできないと思うんで、なんとかそこまで帰ってくれる、この僕のシーラントと、タイヤインサートとこのプラグ、この3つを揃える運用が今一番いいんじゃないかと僕の中ではすっげー思ってます。これによってちょっといろいろ運用して見ていきたいんですけども、夢、全世界のサイクリストの夢がちょっとパンクから解放されたサイクリングという夢が実現できるのではないか、近づけるのではないかという気がしてるんで、ち
っとこれでまた頑張っていきたいと思います。ということで今日はこんな感じでした。では失礼します。あ、これはネットで買えるんでぜひお願いします。よし。